おはようございます。うん。まあ、分かっちゃいたけど、日本撮りと、プロキオンステークスと、七夕賞と、同じような、こう、はい、配列。結局、これも9番、ウエスタールンドが一番人気じゃなかろうかということは、奇数枠。これも奇数枠。くしくもね。そうすると、7枠、 三枠、一枠。だから要はその残りの奇数枠に神の馬がいるかいないかだから。そう考えていくとだよ。このプロキュオンステークスも当然ながら当日馬が6、16になるわな。6番にトップイィナー、前走着順が16、16と。当番。で、これが16、16と。普通だったら、16着、16着の馬なんてさ、弱っちいから16着なんだろうと考えるけど、 当番である以上、無条件で買いますわな。あと16番、これもまあ無条件で買いますわな。だけど、奇数枠のウエスタールンドが一番人気であるときに、7枠の13番、これね、七夕賞でも同じ13がいるんだよ。13番に13着。13着まあるだろう。あと、これは、紙面上よ。新聞上。全く印がないじゃん。無印ってやつですね。ね。はい そうすると、ついつい、隣の、川田川田。川田これは、濁点つくわけな。川田は川田ですね。川田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 です。買いたくなるじゃん。当人右横というお約束で言うならば、12番、これは、当日枠だから。ところが、あの、奇数枠という意味では、当人の方が、当番の方が。うん。だから、この、大祭っていうの 大祭もこれ買わなきゃならんな。なあだから軸をどこに持っていくかなんだよだから、A パターンで軸、<laughs> 13軸、ね。いいんすか十三軸で。いいじゃん。ただ、絶対こなそうな、この。5枠の、ウエスタールンドが一,あの一番人気の時の奇数枠、3枠ね。はい。3枠に、当時通魔、当番。十六十六16、16。この右横なのか。右も3枠です。ブラックムーン。なんかさ、 さっきのさ、あれもブラックナンチャルいつのは横にいたよなあの、ブラックマジックがいました。なはい。なんかこれね、なんかあるよ。<laughs> なんかあって、そのなんかを聞きたいんですけど。なんだろうね。同じこの配列あとね、この名称、和菓子 <laughs> そうっすね。そ何かを聞きたいんですけど。はい。一何かはそら、結果出てみなきゃわかんない。<laughs> 結果出てから誰でも、 そういうことだったんだみたいなねあ,<ー>あるとしてだよこの名称和菓っていうのも俺聞いたことあるわな、はい、耳にでもねこのトップウィーナーあると思うよだからこの大祭なのかダノンスプレンダーなのかこれちょっと極端すぎるよなダノンスプレンダーはまあまあ人気があるでしょで大祭は全く人気がないじゃん、はい、だからこれ軸を 二種にした場合、全然配当変わってくるじゃん。全然変わりますよ。対祭なんか来たら。面白いよな。対んか来たらもう相当つくんじゃないですか、ね。だから、対祭軸の13番、対祭を軸に、相手が6番、1番、5枠の場合は2等入れなきゃいけないから、9、10、これで16だよな。当日も当日も、はい、もうこれはしょうがない。入れなきゃしょうがないわ。そしてもう一種。ダノンスプレンダーを軸の、 1,6,9, 10,16。もうこの2種。俺面白いじゃん。もう軸のどっちかによっても全然変わってくるから。まあこれはね、買う人はどっちを選ぶかは自由だよ。な俺はその人のために馬券買わないから。ただね、そういうことよりもよ、オリンピックさ、無観客でやんだろのらしいですね。でもさ、 すげえ、その、オリンピック選手も気の毒だけど、盛り上げにくいじゃんプロキオンステークス。まあ、これもね、西村な。北村がいないんだから今度西村じゃねえかっていう気もするわ。うん、名称技ざって俺はね、なんか、あの、耳に残ってる。プロキオンステークスに関しては、この、当番、はい、当日間、トップウィナーの16、16をどう考えるかだけ。これが右なのか、当人なのか。 ただ、いずれにしても、軸を、ダノン、スプレンダー、軸1周、大祭軸1周、で、3枠については2と入れてもいいわな。右横っていうのが一つあるから。だから、当たる、当たらないはもうしょうがねえんだから。どう買うかだから。ワイドファラオなんかもういらない。どこにも入ってない。だからね、いずれにしてもさ、このメインレースに、当番、当日馬、まあ、神の馬の一つが、来るか来ないかで、次の最終レースでどう張るかなんだよ。 もうこればっかりはさ、よや、俺がパッと見て、いや、最終よりこっちに来るよってこう言い切れる精度がもうちょっとかかると思うけど、とにかく何度も言うけど、10レース、11、12レースのうちの中で必ず穴があるから、そこに神の馬が来なかった。つったら次で来る可能性高いから、馬券を買うときは必ず、例えばメインで神の馬来なかった。掃除馬来なかった。ああ、じゃあもうやめようじゃなくて。 あ、ってことは最終神の馬チェック。そこに、大穴が入ってたら、そは美味しいからね。常に、自分がこれから買おうとしている、これは2レースでも3レースでも、全部よ。はい、に、まず、その神の馬の配列をまずチェックすることでしょそして、当日馬、当番。これが来るか来ないかっていうのは、そ、そこに当日馬、当番は存在しているけど、来ないと。来ないからもう来ないじゃなくて、来なかった。でも、 次のレースでどうなるかってことをさ、ね、ずっと見ろっつったって、みんななかなかそうはいかないでしょ。俺はそれをやってるけどね。皆さんの場合は、10レース、11、12レース、この3つのレース、かける3、3会場なら3、で、どのくらいの神の馬、当日馬が出現するかっていうのは、これは、あの、ず,ずっとチェックしてればわかるから。ね、俺はそれをずっと見てきてるから、動画をやるメインレースで来なかったも、最終で来る可能性あるし、 最終来てメインも来る時もあるし、そこにいる以上はさ、俺は、この,の神の信玄って動画やってんだからそ、その馬を押さなきゃしょうがないでしょ。いや、ないよって言ったらおかしいじゃん。それを軸にするのか、他を軸にするのか。だから軸にする場合は、基本的に神の馬を軸にしなきゃならんと。ね。そうすると、大祭なのか、ダノスプレン、スプレンダーなのか、だから、軸2種。そういう感じでね。はい。あのー、買ってみよう。しょうがないじゃん。オリンピックでやるんだろ僕はウエスタールンド。 一番いいですけど、ウエスアルンド、うん、あと名称ワザシあとペプチドバンブー、サンライズホープ。それは馬次郎の信念だはい。じゃないかなと。機種の名前が同じ名前が3人出てたら、16分の3なんだから、名称ワザシで言うと、名称名称がいるんだったら、ど、その、数字の確率論で言ったら、どの名称が来るっていうの、可能性はあるじゃない。3ついるんだよ、名称が16頭の中に。だから、1頭しかいないよりも、 三と名称がいたら、どっかの名称来るんじゃないそうですかね。<laughs> じゃあ名称の三種馬券でもいいわけですか ?16 分の3に名称が絡んでるんなら、名称軸の三種馬券でもいいじゃん。名称、名称、名称を軸にこう、買ってったもいいじゃんだ。しょうがないじゃん、なこと言ってたって。軸二種。13軸。12、2種。だ相手が、1、 5,6,9, 10,16。そんだけでいいですわ。ね。俺はそう買うと。大裁を軸にするのとダノンスプレンダーを軸にするのじゃ、配と大きく変わるぜ。当日まではなく、当日枠ってのはあるよね。はい。そこにまあ、考えるんだったらダノンスプレンダーだよね。当日枠。いや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 、総帥はそう言うけど、俺はこう買うよっていうのがあるなら、そう買うべきだよ。だ俺はたまたま、 俺はこう買うよっていうのをやってるだけだもん。俺は常に緊急事態なんだから、はい、俺は黙々と馬券を買うよと。それこそが、信念。